ヨハネウム学院はドイツのハンブルクにある学校。ハンブルクで最も伝統のある学校で創立は1529年。ラテン語とギリシャ語を教える学校である。ブーゲンハーゲンヨハネウム学院はヨハネス・ブーゲンハーゲンによって1529年に設立された。これには宗教改革と新旧両派の対立が深く関わっている。 ドイツ北部の帝国自由都市ハンブルクでは、新教側が、旧教側の教会の特権や資産を剥奪し、それをもって、新しい学校の設立に当てたのだった。ブーゲンハーゲンは、宗教改革を行ったマルティン・ルターの右腕とも、言える存在で、ビッテンベルクからルターの教えを、ドイツ北部や北欧に広めた人物である。ルターは、 ラテン語を読めず、ドイツ語しかわからない民衆のためにドイツ語訳聖書を作ったが、それはもっぱら、ドイツ南部で使われている高知ドイツ語にのっとって書かれていて、ドイツ北部で使われている低地ドイツ語地域では、必ずしも十分に意味が通じるものではなかった。ブーゲンハーゲンは、ルターの聖書をさらに低地ドイツ語に翻訳し、ドイツ北部からバルト海沿岸。 北欧へと伝道していったのである。彼らはまた北ドイツ各地の両方諸国や自由都市の学校改革に取り組んだ。その中心となったのが、ギムナジウム、ギムナジウムと称する中東教育機関の設立である。中世以来、諸国の大学では、哲学や進学を収めるための準備段階として、ヘブライ語、ギリシア語、ラテン語の三古典語と数学といった、 基礎的素養を習得する機関を設けていた。ギムナジウムはそうした準備教育を引き受ける機関として創設され、大学は準備教育から解放されることになった。学者を育てるための学校という目的のため、ギムナジウムは学者学校の訳語が当てられる場合もある。これに対して学校卒業後に社会に出るものを養成することを目的とする学校をリエルシュルという。 創立者ブーゲンハーゲンの銅像なお、現代の教育体系では、ギムナジウムは中等教育機関に位置づけられているが、当時は大学への準備教育として、古典語教育を行うという趣旨の学校があちこちで設立されるにあたって、名称は両方ごとにまちまちだった。ギムナジウム以外に用いられた名称としては、ファーステンシュル、ランドザーシュル、ペデゴジアムなどがあり、総称として、 ジェレティシュルとも言う。ヨハネウム学院もギムナジウムとして設立されたものであるが、名称はジェレティシュルでジョハニアムズとゲレールテンシューレを称している。1589年のハンブルクの地図に描かれた聖ヨハネス教会とヨハネウム学院ドイツ北部の自由都市ハンブルクには教区教会は4つ、その他フランチェスコ会、死党会、ドミニコ会などの教会や、 修道院があり、それらの聖職者たちは、資産次会員としての政治的権力をはじめ、免税や裁判などの世俗的な特権を有していた。宗教改革が始まると、各教区の中で分裂や対立が始まり、市民は、急遽の聖職者たちの追放を求めて、衝突するようになった。この混乱が落ち着くまでには、数年を要し、最終的に、 ブーゲンハーゲンを承知して、ハンブルクの教会と学校の規定の作成を任せることになった。ブーゲンハーゲンは、ハンブルク制度と聖ニコライ教会など教区教会に付属していたラテン語学校を閉鎖。これらを一元化して、聖ヨハネス教会の修道院を学校とすることにした。これがヨハネウム学院の始まりである。初代の校長には、ビッテンベルクのテオフィルス、 ヘルメラートゥスが招聘された。開校日は1529年5月24日で、これはブーゲンハーゲンが創立したギムナジウムとしては、前年のブラウンシュバイクに次いで2番目のものだった。創立当時の授業料は、上流階級の指定は年に銀貨8枚、普通の指定はその半額、貧困層の指定は免除となっていた。教師は7名からなり、マジスターであり豊かな学識を持つ、 校長、副校長を1名、平ら教員4名、それに合唱式者がいた。学院は5学級から構成されていた。ところで、北ドイツの福音伝道士と称されたブーゲンハーゲンは、必ずしも成人でなかったことを示す逸話がハンブルクに残されている。学校設立を依頼されたブーゲンハーゲンは、妻子や従者を引き連れて、自由都市ハンブルクにやってきて8ヶ月にわたって、 滞在したのだが、その間、ハンブルク氏による接待などを受けて合流し、立ち去る時にも法外な謝礼を取った。ブーゲンハーゲンが受け取った額は、ギムナジウムの校長の2年半分の収入に、相当する金貨100枚、さらにブーゲンハーゲンの妻までも、金貨20枚を得ている。一行は、ハンブルクの次に、リューベックへギムナジウムを設立しに行くのだが、 そこでも純金制の主配や精を受け取っている。ブーゲンハーゲンの従者が、死とは伝道の謝礼を受け取ったでしょうかと尋ねると、ブーゲンハーゲンは、そうだと答えたという。シュペアゾルト2言後の校舎マリアルイーザ通りの、現校舎当初は、ゲレールテンシューレとして、学者を養成し、啓蒙主義時代の指揮者を輩出していたが、後には、バーガーシュルとなり、商人たちの子息を教えるようになった。 ハンブルク市では19世紀前半になると、老朽化した学院の校舎と、西洋ハネス協会の再築の計画が持ち上がった。資金集めには10年以上を要し、最終的に1838年から新校舎の建築が始まった。新しい学院は、シュペアゾルト地区の大聖堂跡地に建てられることになった。なお、元の校舎があった場所は、今は、視聴者前の広場になっている。 1840年に完成した新校舎は左右両翼の胸の中央にアーケードがあり、その中央の南面に正門が設けられている。完成の2年後の1842年にはハンブルク大化があったが、新校舎はこれを耐え抜いて無事だった。1914年に学院は新たにマリアルイーザ通り114番に移転することになった。これが 現在のヨハネウム学院の校舎である。校舎はフリッツ・シューマッハーの設計によるもので、ハンブルク市の文化遺産となっている。敷地内の文猿ハーゲンの銅像は彫刻家のエンゲルバート・ファイファーが1888年に制作したもので、こちらも文化遺産である。2007年5月24日に学院に新しい体育館が建築された。体育館のほか 劇場や音楽室、美術室、喫茶室なども兼ね備えた3階建ての会館である。建設費はほとんど寄付で賄われたが、総工費550万ユーロのうち、学院の卒業生である匿名の特殊課が一人で100万ユーロを寄付したと伝えられている。なお、1840年地区の旧校舎は、ハンブルク大学の図書館として利用されていたが、 1943年のハンブルク空襲で破壊された。わずかに残っていた部分も戦後の道路拡張によって撤去された。ヨハネウム学院の教授ともあろうものが、この世界の現象に理由を見つけることができなかったら、これは地熟の極みだ。オットリーデンブロック教授、指定旅行、ジュール・ベルヌの指定旅行に出てくるオットリーデンブロック教授は、 ヨハネウム学院の鉱物学の教授ということになっている。1744年の校シャルターがドイツ語で聖書を書いたとはいえ、16世紀にはまだ大学ではラテン語が用いられていた。トマジウスが大学でドイツ語での授業を目論んで追放されたのは17世紀の終わりであり、大学でドイツ語が一般的になるのはヨハネウム学院設立からまだ数百年先のことで、 あるフィルス研修では、フィルストが設立した学校の意味で、王公立学校などと訳されることもある。フィルストは、一般的には、公、公尺、または、公、公尺と訳されるが、広い意味では、王、伯尺、大司教などの諸公の総称として用いられることもある。詳しくはフィルスト及び公度一、諸公を参照。ペデガージーは、教員のこと。この時、 旧教の修道院がいくつか閉鎖されたり、財産を没収されたりした。彼らは神聖ローマ皇帝へ訴え出て、皇帝は死に、旧教教会から取り上げた資産を返還するよう、明治たがしは従わず、プロテスタント諸公とシュマルカルデン同盟を構成し、やがてシュマルカルデン戦争に発展する。最終的に結ばれたアウクスブルクの和議の結果、 プロテスタント側の処置が確定することになった。正確には12マティール。当時1マティールで4ペニッヒどうかに相当し、12ペニッヒで1グロシュ銀貨に相当した。ペニッヒは英語のペニーに相当。1学級が現代の1学年に相当し、学級が上がると授業はより高度になっていく。ありがとうございます。